こんにちは、リクです。これから3話にわたりストリクスクラウドとユニティを使用してオンラインゲームを開発していきます。今回の配信ではストリクスクラウドのサーバのセットアップとキャラクターのアニメーション同期を実装します。よーし、今日もやる気満々です。はじめに、今日の開発工程について確認するぞ。はい、お願いします。こちらが本日の開発工程です。1、ストリクス SDK のセットアップ。2、サーバーのセットアップ。マスターサーバーへの接続やルームサーバーに入ることについてお話しするにゃ。3、キャラクターの同期、移動やアニメーション、感情表現といったエモートについてお話しするぞ。以上が本日の開発工程にゃ。よっしゃー、頑張るぞ。はじめにストリクスクラウドのサーバセットアップを行います。まずストリクスクラウドの管理画面にログインします。アプリケーション名のところに名前を入力してアプリケーション作成ボタンを押します。今日はリクのオンラインゲームと記入します。リクのオンラインゲームを選択してクラスター作成ボタンを押すとサーバが追加されます。クラスターの左下にある追加ボタンを押すとサーバのインスタンスを増やすことができます。はい、これでサーバのセットアップは完了です。なんかあっという間にできちゃいましたね。次にストリクス SDK のセットアップ作業を行います。ストリクスクラウドの管理画面からダウンロードしたストリクスユニティ SDK をプロジェクトにインストールします。よし、これで OK って。次に先ほど立ち上げたサーバをユニティに設定していきます。もう一度ストリクスクラウドの管理画面に戻ります。詳細情報タブにあるアプリケーション ID とマスターホスト名をコピーします。ストリクスユニティ SDK に含まれているストリクスコネクト UI っていうプレハブのホストネームとアプリケーション ID を先ほどコピーしたものに書き換えます。ここを変更してと。これで OK、 セットアップ完了。そしてそしてコネクトボタンを押すと、わーすごい、一発でルームに入れちゃったってことだよね。はい、これでルームに入ることができました。ねえアポロ、すっごく簡単にルームに入れちゃったけど、ここではどんなことしてるの？説明してほしいな。よろしい、リクに教えていない部分もあるので、これからきちんと説明するぞ。うん。ストリクスコネクト UI にあるプレハブのコネクトボタンを押すと、1、マスターサーバーへの接続、2、ルームへの参加処理。この2つの処理が呼び出されるぞ。ははジョインランダムルームではルームサーバーも自動的に接続を行い、ルームの検索から参加まで行ってくれるにゃ。しかも参加できるルームがなければルームの作成まで行ってくれる便利な関数にゃ。なるほど、だからこんなに簡単にルームに入ることができるんだね。最後にキャラクターに動機をつけていきます。まずは移動動機だね。動機はリクの得意分野だからな。うん、前にやったからね、一人でできるよ。キャラクターオブジェクトにストリクスレプリケーターとストリクスムーブメントシンクロナイザーを追加します。次に移動アニメーションも同期していきます。キャラクターオブジェクトにストリクスアニメーションシンクロナイザーを追加します。コンポーネントをポチポチってするだけなんで、とっても簡単です。最後にキャラクターのエモートを同期させていきます。エモートっていうのはゲームの中の相手に気持ちを伝えるためのアニメーションの再生です。同期させたいんだけど、ねえ、分かんなくなっちゃった。リク、 RPC って覚えているかにゃ？うん、ヘルスバーの同期のために使ったよね。 RPC 機能は
ダメージの同期処理以外にも当然利用するにゃ。説明しよう。ストリックス教授？ RPC を使うと通信越しに他のプレイヤーに対して自分と同じアクションを実行させることができるのだ。例えば自分のキャラクターが手を振るというアクションをした場合に、他のプレイヤーの画面にいる自分のキャラクターにも手を振るというアクションをさせることができるのだ。しかもストリックスクラウドではなんとアトリビュートをつけるだけで簡単に RPC を登録することができるのだ。その名もストリックス RPC。 なるほど。オンラインゲームって自分の状況と相手の状況を一致させるためにいろんなアクションを同期しなきゃいけないんだね。 RPC のように同期を簡単に実現する機能をストリックスがたくさん提供してるってことなんだね。本当にすごいよね。そういうこと。じゃあやってみっか。うん。まずはエモートを実行する関数を作成します。うん、名前はプレイエモートにします。この関数にストリックス RPC アトリビュートを追加します。はい。次にエモートを実行する関数を呼び出す処理を作成します。RPC to all 関数を使用します。うんうん。実行したい関数の名前であるプレイエモートと実行したいエモートの番号であるエモート ID を引数として渡します。よし、保存して確認してみましょう。これから左右の画面で同期していることを確認してみます。左の画面でエマが手を振るアクションが右の画面でも同期していることがわかります。私も手を振ってみますね。はい、このように左右の画面で同期できています。この川を泳いでる鳥さんたちですけど、こちらも左右で同期していますよね。これはですね、ストリックスのアニメーション同期が設定されています。はい、本日のタスク終了。お疲れ様でした。イエーイ。今日も見てくれてありがとうございました。次回は弓と弓が当たった時のエフェクトの同期処理についてお送りします。12月14日の配信です。チャンネル登録お願いします。